こんにちは、ケイソーです。今回は五角形のあの可愛らしいお野菜、オクラなんていかがでしょうか。オクラを輪切りにするとこのようにまるでお星様のような綺麗な形をしていますね。今回の絵手紙では遊び心たっぷりオクラスタンプを使いましたよ。さて、今回使う絵の具はキッションの顔彩24色中7色です。筆は面相筆、作用筆、文字を書くための筆ペンを使いました。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。まず面相筆に黒を取り、筆先を整えます。オクラのヘタの部分から描いていきますね。三角のとんがり帽子を描いたら、細長い実の部分を描いていきます。途中少しボコボコさせるとリアルに見えてきます。もう一つ重ねて描いていきます。まずとんがり帽子を描いたら、実の部分をこの先に描いたオクラの後ろの方に描いていきます。さらにもう一つ、次にオクラを形作っている五角形の筋を入れていきます。せっかくなので断面図、切ったところも描くことにしました。断面図は五角形ですね。そして実の部分も少しだけ描いておきます。中には丸を5つ描いてください。種ですね。作用筆に持ち替えて若葉を絵皿に取ります。そして一度筆をきれいに洗ったら線香器を取り、先ほどの若葉に混色します。薄めに取ったらこの色でオクラ全体の下塗りをしてください。続いて面相筆に持ち替えて5分を取り、先ほどの緑に加えたら断面図のところに塗っていきます。種以外の部分ですね。そして続いてうぐいす茶緑を取り、種の周りを塗ります。次に青草を取り、絵皿の緑と混色したら影を入れていきます。この動画のように上に乗っかっているオクラの下のところに少しだけ色を入れたら、あとは水筆で周囲にほんの少しぼかしていきます。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、今回は作用筆を使っています。水分をしっかりとってぼかしてくださいね。でもぼかすのは少しだけです。絵皿の緑にうぐいす茶緑ともう一回青草を足して色を少し変えます。この色で今度は筋の下のところに色を刺し、そして先ほどと同じように水筆でぼかします。このようにして塗るとオクラが立体的に見えてくるでしょう。ここには筋をもう一本足しておきましょう。帽子のところにも筋を入れて、そして影を塗っておきましょう。面相筆を一度洗って、クリカーチャを取り、絵皿の緑と少しだけ混色します。この色でヘタのところと、それから切り口のところにちょっとだけ色を差しておきます。新しいオクラを描く場合はこの色はなくてもいいかもしれません。私が描いたオクラは冷蔵庫で1週間ぐらい経ってたので、この色を刺すことになったんですね。皆さんは入れなくていいですよ。続いて青草を取り、五角形の周りと種の周りに色を入れます。こちらはオクラを輪切りにして種を取ったものです。いよいよスタンプをしていきますよ。作用筆で若葉をたっぷり絵皿に取ってください。水分は少しあった方がいいと思います。
さあいよいよ押していきますよ。はい、このようにきれいに星形に入りましたね。オクラの中身はネバネバしているので、このように変になってきたらやり直して押してくださいね。星のスタンプたくさん入りましたね。皆さんは好きなところに押してくださいね。はい、ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。遊び心で星の王子様ではなく星のお倉様としてみました。いかがだったでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。またブログ爽やか墨彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材や墨彩画についてのさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。